はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストセンターオブジアス続きやっていきたいと思います。今回ですけど、これね、狭間の現状の、まあ、正面突破しようとしたんだけどね、ここに動く石像3体いてね、まあ、それのギミックを壊すのを攻略してました。ということで、ここから初ですね。なんであれバネが置いてある。うお。ローズバトラーじゃないね。あー、めんどくさ。だいぶレベル上がったからもう十分だと思いますけど、いつでもこの世界に来れるっていうのがね、作った世界っていうからどうなんだろうと思ったけどね、もともとあった世界に来ただけっていうの。これなんなんこれ、何もないんかい。メダル持ってたりしないんかな。お友達。ローズバトラーの方が若干弱いんだな。左なのか右なのか、これは分からん。あのレベルの星はあれだからね、マックスじゃないからね。オッケーオッケー。インテリクラウン、すげえの入ってたな。まあ作りましたけどね、これね。プラント城なんかな、これ。ああ。おや。おや。ダーストラゴン。ちょ待ってよ、いきなり襲ってきてそれはないよ。キングス。お、我が倒れてる間に戦闘が終わっておったのかとか言ってるよ、今頃ね。言ってないか。言ってるよ。絶対言ってるよ。言ってるはず。言ってなかったらね、ダメ。あ、待って。これ一撃でいくよね。輝く。HP 少ないな。月の恵み。いや、なんかもっといいの落としそうだけど。階段あったな。途中でまたセーブありそうな気がするんですけど。おお、あ、待て、さらっとはぐれメタルの剣だったな。そっか、あまりにもはぐれメタルって名前出まくってたからまあまあ攻撃力上がったからね、メタル系には有効なんでしょうね。でも会心にはかなわないからね。なんだよこれ。やめてー。もう開けちゃいけない箱だね。おお、これ多分装備で賢者の石ない。え、何回か使ったら壊れる系か、これ。もしかして賢者の石、いや全員回復するのは分かるけど、これ何回も使えんの。壊れないよな。
数回使ったら壊れるとかじゃないよな。一回出た方がいいね、これね。雫持ってる時にね、どうしよう。もう違うね、試したいだけよ。なくなるわけじゃないよね。何回も使えんな。ここに来て素晴らしくいいものが手に入りましたね。まあ普通は賢者の人は使ったらなくならないんだけど、ゲーム違うじゃん。だから仕様がどうなんかわかんないから、何回か使ったら壊れるのもあるわけよ。だからちょっと試したかったのはあるけどね。賢者の石なんだから壊れるわけないじゃんって思うかもしんないけど、その思い込みがね、思い込んでるうちはもうあれだね。まあまあ、ちょっと RPG のこういうね、こういうゲームは、もうど素人かなっていうね、感じになっちゃうからね、思い込みは。だって何回か使ったら壊れるってやつあったもん。似たようなゲームで。ドラケー4ガイデンかな。なんかそんなんでね、あるんだけど、使ったら壊れる仕様だった、確か。でもそれがあったおかげで助かるぐらいのバランスではできてんだけど。まあ近いからね。よし、行くか。輝く雪がギガスラ並みなんだもん。絶対ボス。キングレオ？え？キングレオ？なんで？179。怒号を上げたって。これ使っとけってことだよね。これなくなんないよな、マジで。これ戦闘中ずっと使ってなくならなかったらもう。しびれて動けなくなった。これだけ着付けそうだっけ。あれ、なんか治るよね、着付けそうかなんかで。灼熱ってどんぐらいいるの。
293? ?192、260。早すぎんだよ、消えんのが。255とか言ってる。379。あれ持てんじゃん、あのなんだっけ世界中のようケンジャの石あんじゃん。あ、倒した。なんだその中ボスチックな。出ようか今回ここまでにしようかな。そろそろ戦闘エフェクトをオンにしとこう。オンにしなくてもいいかもしれないけどね、多分最後だよな。まあこれでいいっしょ。52個もあっから大丈夫かな。沈黙を直す。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います、ね、じゃあそこのキングレオの台座の後ろからスタートしようか次回ね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、 X のフォローよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。